国道162号起点京都府京都市右京区西大路五条交差点付近国道162号は京都府京都市から福井県小浜市や道県三方上中郡若狭町を経由して道県鶴ヶ市に至る一般国道である国道9号からの分岐京都府京都市右京区五条天神川、は交差点京都府京都市右京区の市街地より北へ丹波山地から 日本海側の若狭湾に抜けて、リアス式海岸を塗って、若狭湾東端に位置する福井県鶴ヶ市に達する、延長約150キロメートルの一般国道の路線で、主な通過地は、京都府の笠峠、京都市右京区、京北地区、南丹市、堀越峠、福井県大井郡大井町田小地区、小浜市、三方上中郡若狭町、三方郡三浜町である。起点は、 京都市右京区内の西大子五条交差点にあり、ここから五条天神川交差点の国道9号分岐までの東西の直線区間は国道9号との徴用区間、また福井県側の若狭町の三方交差点から終点、鶴ヶ市内の国道8号鶴ヶバイパス坂の下 IC 間は国道27号、国道8号との徴用区間である、国道162号のうち、 京都市街からオバマまでの区間は、かつて、若狭湾で採れた魚介を京都まで運搬する、物流ルートだった鯖街道の一つで、修山街道の別名で呼ばれている、一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り、京都市中心部西王子五条交差点から西へ向かい、天神川五条交差点に至る。その後は北に進路を変え、京都州京区を貫いていく。 京福嵐山線と平面交差した後市営地下鉄、渦政天神川駅の脇を通り、福王寺交差点に至る。修山街道中川トンネル付近京都府京都市、右京区梅ヶ畑上市町京都市右京区、福王湖から小浜市街に至るまでの区間は、別名修山街道とも呼ばれ、ほぼ片側一車線が確保されている、山間道路である。 信号が少なく走りこたえがある起伏が多い路線であるためサイクリングする自転車の光景が見られるが一部では道幅の狭い区間があり自動車と自転車が混在する上では危ない場所も見られる福王寺交差点では京都府道29号歌の嵐山山田線と交差する京都市街からたどっていくと最初の峠に五京坂峠を越えて高尾へ至るが この区間は急カーブが連続する。高尾を過ぎると、中川の集落をバイパスする、中川トンネルを抜け、山間の集落を通過しながら、傘峠を越える傘トンネルに差し掛かる。この傘峠は、京都市と旧京北町の境となっていた。傘トンネルを抜け、さらに進行すると、かつて国道162号の難所の一つと言われた、栗尾峠は、急坂急カーブが連続したが、 峠の下を通過する、京北トンネルが2013年12月21日、完成した。このクリオ峠を越えると、修山街道の名の由来である京北修山地区へ到着する。国道477号との交差点には2010年4月17日に、道の駅ウッディー京北が開設された。2007年7月には、修山の集落を横切っていた国道に並行して、 新たにバイパスが開通した、旧道は、その後指定解除されている。ここから深見峠の入り口となる、京北上、湯気までは、平坦な直線路が続く。深見峠に差し掛かると、峠道は、制限速度時速50キロメートルの緩やかなワインディングが続き、深見トンネルを抜ける。深見峠は、京都市と南丹市の境界となっている。ここから、 南丹市宮間町深みの集落を過ぎ、揺ら川に架かる橋を越えると道の駅、宮間触れ合い広場に到着する。宮間触れ合い広場を過ぎると、国道162号は再び、ヘアピンカーブが連続する茎が坂を越え、福井県に向けて北へと伸びる。堀越峠を、堀越トンネルで越え、福井県大井町に入ると、スノーシェルターが設置されている急旬な下り坂が続き、 道の駅な田省に到着する。ここからは、国道27号に至るまで、開放的な平坦ない中道が続き、小浜市街へ着く。小浜市街から海沿いへ、名古崎トンネル付近福井県小浜市、八代小浜市あの地に移は、若沢に沿う区間が多い。この区間は長年にわたり、離合が困難であったり、センターラインがない区間が多く、 大型車の通行を禁止するなどの措置が取られる悪路であったが2009年7月17日に中崎トンネルが強用されほぼ全区間において大型車の通行が可能となった高尾改良高尾集落の生活道路通学路となっている箇所を拡幅し歩道を設置するもの川東各伏線系不良の箇所が多く崖崩れがたびたび起きている中川 高尾間の計画延長2150メートルをトンネル3カ所、橋梁4カ所を設けることによって完了する事業。事業区間は鉱山寺を過ぎたあたりから中川集落の手前までである。平成20年3月29日に杉の里トンネルと紅葉橋、三杉橋が完成し、第一鉱区の共用が行われた。残りの第二鉱区の着工を目指して調査設計を進めている。 クリオバイパス、クリオバイパスの原動拡幅予定部分、京都府京都市、右京区京北修山町クリオバイパスは、京都市右京区京北細野町から同区、京北修山町に至る計画延長四千三百メートルのバイパス道路である、傘トンネルと工事の修山道路の間に位置している、山間部のクリオ峠を越える区間であることから、冬季は積雪や路面凍結が発生するほか、 急カーブが連続する厳しい線形となっていることから、交通事故が多発していたが、1993年より、京都府が代替ルートの調査を実施した結果、地形の制約からトンネルで、同区間を通過させる計画として、延長2313メートルのトンネルを、掘削した。なお、事業が開始された当初は、全区間が北桑和田郡京北町に所属し、 京都府が事業を実施していたが、京北町の京都市への編入合併に伴い、以降は京都市による合併事業の一つとして施行されている。トンネルは京北海兵所の地下を避け、湾曲した線形を描いている。東日本大震災の発生に伴う京都市の道路、整備事業見直しにおいては既存の橋梁の耐震補強や修繕を優先する方針が出されたが、 この方針により隣接する改良が計画されていた西風トンネルから集山側の工事未着手区間の事業が2012年から4年間見送られることとなった。一方、事業続行区間の供用開始は2013年度を見込んでいたが、同年12月21日に京北トンネルの名称で供用を開始することが決定した。旧道については京都市中心部側は、 関西電力の京北海平所へのアクセス道路として残されており、京北地域側の2 5トルについては車両通行止めとし、自転車歩行者専用道路として整備されている。西風道の改良は西側に新たなトンネル、仮称第2トンネルを設置することで2016年の再評価後も継続中となっているが、京北トンネルと クリオトンネルの間の拡幅が完了した時点で、京都市のページでは、完成済みの事業とされているなど停止している。集山道路集山道路は、京都市京区京北集山町に建設された延長2000メートルのバイパス道路である。集山バイパスとも表記される。1991年に事業着手し、1998年度に130メートル。 2002年度に530メートルをそれぞれ部分強用し、2007年7月に残区間の強用をもって完成強用された。道の駅、編集京都府南丹市宮間町深見福井県、三方上中郡若狭町、大衆山街道の大部分の区間は、多数のワインディングと、清滝川や湯毛川、棚野川、南川などの河川と絡み合うように塗って道路が走る、ことから、 景観の優れる橋も多い。峠の頂上付近はトンネルで、深い森林の中を道路が走る。接続路線図、ありがとうございます。